大家好、我叫スニーカー。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、のーなーい。はい、ということで、本日の企画はですね、シュプリーム・ジョーダン、プレネ予想N、はい、ということで、本日の企画はですね、10月5日、今週の土曜日に発売の、ナイキとジョーダンのコラボ第3弾をですね、雑談とプレネ予想を交えながら紹介していくスニーカーの、のーなーい。大人気企画でございます。はい、大人気企画はわからないんですけど、はい、来たるね、今週末10月5日にですね、ジョーダンとシュプリームがね、コラボ第3弾を出すということでね、まあそれね、ガンガン紹介していこうかなーって感じでございます。まあ今回のコラボが第3弾ということでね、もう大盛り上がり、はい、もうすでにネット上は大盛り上がりです。そしてですね、残念ながら今回はスニーカーはなしということでね、アパレルだけのラインナップになるんですけど、今回のアパレルはね、歴代で一番と言っていいほどね、まあシンプルでね、いいんですね。まあ前回の黒もね、シンプルで良かったんですけど、今回もね、すごくいいです。はい、なんか目立ったようなね、あの派手な色はないので、万人受けするようなモデルでございます。はい、まあ前回と前々回の紹介をね、ちらっとするとですね、やはり目玉はスニーカーということでね、一発目がジョーダン5、これはもう大暴動起きましたね。ニューヨークでなんか暴動が起きたとか起きなかったとか。そして第2弾がジョーダン14でしたね。まあこの時もアパレルも出たんですけど、まあこれも良かったんですけど、まあ今回は残念ながらなしということで、やっぱり第1弾のジョーダン5かっこよかったよなーって感じですよね。歴代のジョーダンとのコラボのこう歴史をたどっても、やっぱシュプリームコラボのジョーダン5っていうのはね、もう歴史に残る超名作みたいな感じで、まあやっぱりね、個人的に第3弾何でコラボするんかなーとかね、思ってたんですけど、残念ながらアパレルだけということでね、ちょっとね、まあもう悲しいっていう感じですよね。今回ね、第3弾のコラボはですね、もうなかなかね、シンプルで素晴らしい、洗練されたね、バスケットボールに着目したようなデザインでございますのでね、まあどんどんね、僕がね、独自の目線で紹介していきたいと思います。まあね、こんなぐちゃぐちゃとってもしょうがないんで、オープニング、ほえ、いや、オープニングいけるかな。1日2本撮ったから、もうオープニングは無理で、リレッツゴー。あれ、おかしいな。ジョーダンコラボ楽しみ、レッツゴー。はい、ということで、オープンの方から戻ってまいりました。はい、まず、こちら、ダウンジャケットですね。まあ、三色展開、かっこいいですね。もうなんか無難なね、あの、派手なカラーとかではなく、あの、シュプリームノースペースのような派手なカラーではなく、やっぱりもう黒と、まあ、白とね、ネイビーということでね、まあ、僕的にはね、やっぱりネイビーがいいですよね。なんかいい味が出てるような気がします。はい。まあ、個人的な人気予想は、ネイビー、黒、白ぐらいですかね。やっぱ白ってちょっとって感じなんですよね。はい、このファーがね、ついてるのもね、可愛いですよね。まあね、近年のノースフェイスコラボはですね、奇抜だったので、やっぱりこのシンプルさがね、いいですよね。ほんと万人受けするようなものが一番いいのかもしれません、シュプリームさん。はい。まあでもそれにするとね、まあシュプリームはシュプリームじゃなくなるので、ね、まあ調整難しいとこなんですけど、まあこれぐらいシンプルはいいですね。ほんと、長い目で見て着用できますよね。まあ来年も来て、再来年も来て、まあその次も着ようかってますし、好みが揺るがないので、黒も二度と着いひんわっていう人っていないでしょ。はい。そういうことなんで、まあ、やっぱシンプルなものはね、長く持てるものなので、今回はね、ちょっとね、これプレネがね、貼ってもね、もしかしたらもう本当に欲しい人は買ってもいいかもしれません。はい。ダウンジャケットはね、まあ、数は多いと思うんですけど、ナイキのラインですしね、多いと思うんですけど、それよりも欲しい人の母数が多いので、入手困難にはなると思います。ということでね、こちらのプレネは大体プラス5000円からと予想させていただきます。ということで、次。続きまして、こちら、ジャージ上下でございますね。まあこれもいいですね。やっぱりね、これでバスケットするとね、かなりかっこいいですね。まあジムとかでもね、これジム着で、これでトレーニングしててもね、やっぱ映えますよ。はい、シンプルですけど映えますね。まあ個人的にはね、やっぱセットアップで買うよりも、まあどっちか買ってね、どっちか着るんがいいですね。これ、はいね、この袖の部分もね、ちゃんと絞り効いててね、こうフォームのバスケットのフォームの邪魔にならないように、ここで止まって、これダルンダルンだとここまで行ってしまうこととかあるんで、まあ袖の絞りがあったらここで止まるのでいいですね。バスケットこれでもできますね。まあ個人的にやっぱこのオリーブブラウンがね、推しですね。セットアップ、まあパンツよりもやっぱ上欲しいですね。バスパンにこのジャージかっこよくないですか。スタイル的にね、まあこんな感じでね、ほんとかっこいいですね。ジャージ上下もね、いい感じですよね。はい、まあこちらのプレイオンスはジャージ上下ともに、まあプラス3000円ぐらいからと予想させていただきます。まあもっとついてもおかしくないんですけどね、まあとりあえず3000円からと予想させていただきますということで、次。続きまして、こちらパーカーでございますね。フーディーですね。こちらもね、シンプルでいいですよね。やっぱフロントと背面にシュプリームとジャンプマン、やっぱ目玉ですね。
これが目玉ですね。こうどっちかじゃなくて両方、やっぱもうコラボ感が満載のね感じでございます。まあね、生地はどんな感じなのかなと思ってね、やっぱこうグッて見る感じね、シュプリーム寄りの生地だと思いますね。まあナイキ寄りだとパーカーのこの部分がねこうタラーンとなるんですけど、まあシュプリーム寄りの生地でしょうね。まあ色のね人気はね、やっぱ色の人気順はですね、黒、緑、白みたいな感じになると思いますね。まあ全部欲しいですね。まあこれは本当全部欲しいですけど、まあ白は僕ちょっとあんまり白のパーカー着たことないので、まあ黒緑が欲しいですかね。はい。まあ定価もね1万中盤ぐらい、15,000円だと思うんですけどね。はい。もうこれをね来てね、バスケットしてね、下手くそやったらね、終わりです。はい。まあ、こんなん来てね、ほんとトレーニングとかもね、かっこいいですね。はい。まあ、こちらね、人気出そうなので、プレネオスはプラス5000円かなと予想させていただきたいと思います。続きまして、こちら。T2 種類でございますね。はい。まあ、まずですね、フォトティの方から。フォトティじゃないんですけどね、フォトティの方から。はい。こちらですね、有名なノートリアスビッグ、ビギーですね。ビギーの写真でございます。元はね、こう、色ある写真なんですけど、なぜか色抜かれてね。色あってもいいんじゃないかなと思うんですが、色抜かれてる感じですね。はい。まあね、ちょっとまだまだ暑いですけど、もう秋冬来ますから、やっぱりこの、今シーズン着るとなったら、やっぱダウンジャケット、パーカーとかになってくるんですよね。着る回数は増えてきますよね。まあ、これもシュプリームもオータムウィンターですから、はい。T シャツよりもね、ダウンとかね、パーカー、ロンティーとかをね、欲しいですよね。はい。まあ、今回ね、これね、実質フォトティーみたいな感じでね、なんでビギーなんやろうと思ったら、なんか調べていくと、ビギーがナイキとかをね、ジョーダンとか着用してる写真がいっぱい出てきたんで、まあ、それだけかなーって感じなんですけど、まあ、あまりわかんないですよね。はい。まあ、これもね、フォトティーなんでね、気持ちは多めに作ってほしいですね。フォトティーいつもめちゃくちゃ数あるので、はい、直近で言ったタイラーとかね、めちゃめちゃ数多かったですよね。はい。続きましてですね、普通の T でございます。はい。フットボールジャージのジョーダンですかね。なんでジョーダンでフットボールジャージかわからないんですけど、まあまあご愛嬌ということでね、昔のバスケットボールのね、このウェアってこういう生地のイメージでしたね。バスパンとかもこのテカテカの素材でした。僕がバスケットを元気でやってる頃もなんかテカテカの素材の、バスケットパンツをね、チームで買ってましたね。本当に。はい。まあ後ろにね、シュプリームって大きく入ってかっこいいですね。まあサイズ的にもね、これ大きめにバッて着るようなあれなんですかね、ものなんですかね。はい。まあ、これ着てバスケはね、ちょっと向かないんで、こっちは本当に、まあ、外でおしゃれ着で、おしゃれに着るようなものなんですかね。はい。まあね、はい。ってな感じでございます。ということでね、まあ、こっちのプレイの予想は、ちょっとシーズンが外れることもあって、ちょっと低めに見積もって、プラス3000ぐらいからと予想させていただきます。やっぱり数次第。ということで、プラス3000からと予想させていただきます。ということで、次。続きまして、こちら。まあ、スウェットパンツですね。いいですね。やっぱり全パンツの中で一番人気出るのはね、個人的に。これですね、スウェットパンツですね。ジャージのパンツもね、今から後から出てくるハーフパンツの方もですね、やっぱりちょっとバスケットに寄りすぎてるので、まあこっちのスウェットパンツっていうのはね、もうヤンキーから普通の人まで全員欲しそうなね、モデルでございます。やっぱね、これはね、グレーが圧倒的な人気になって、まあグレー黒が圧倒的な人気になって、まあ緑ということでね、緑はね人気なさそうやから数も少ないので、結局トントンなりそうなんですけど、まあグレーと黒が人気出そうですよね。はい。まあこれがね、ちょっと入手困難になるんじゃないかなとかね、個人的には思ってます。はい。幅広い層から人気なんでね。はい。ということで、こちらのプレゼントは大体プラス4000からと、4000ぐらいつくでしょう。4000ぐらいプラスぐらいつくと思います。定価次第と数次第ですけど、はい。ということで、次もしてこちら、まあ、バスケットパンツでございまして、これはね個人的に一番欲しいウェアでございます。まあ、このバスケットパンツのカーキが欲しいですね。カーキのバスパンってあんまりないんですよね。ですのでね、このカーキのバスパンね、欲しいですね。まあもうハーフパンツってお前夏終わりじゃないかっていう感じなんですけど、やっぱバスケットの時とか全然ハーフパンツでやるので、体育館とかだったらまだまだ着れますよね。ちょっとね、上はちょっと寒いのでロンティー着るんですけど、まあ、ハーフパンツは全然いけるんですよ。インナーも着れますから。はい。ということでね、これ欲しいですね。ちょっとね、サイズちっちゃめで、今風に履きこなしたいと思います。まあ、これ着て上もね、トラックジャケットとか着てたらね、これかっこいいですね。ジャージかな？ジャージ着てたらかっこいいですね。でも、バスパンもね、ちょっと懸念点がね、あるんですけど、さっきも言った通り、これちょっとテカテカなんですよね。はい。まあ、テカテカ素材かって、ちょっと、汗含んだらめちゃめちゃ重くなるんですよ。テカテカのね、この、なんて言うんですか、これありますよね、言い方。はい。まあ、昔バスパンこれだったらね、昔を思い出しながらバスケしたいと思います。ということでね、こちらのプレゼントはやっぱシーズン外れてることもあって、プラス3000円ぐらいからと、まあ、2000円から3000円ぐらいからかなと思っております。ということで、次。続きまして、
こちら来ました。久々のバスケットボールということでね、まあシュプリマね、定期的にバスケットボール出してくれるのいいですよね。はい、まあ昔もねこんな感じであったんですけど、あのスポルティングとのコラボでしたね。はい、スポルティングともう一個どっかのコラボなんですけど、まあ今回はねジョーダンのボールということでね、ジョーダンのバスケットボールはねほとんど使ったことがないです。昔アウトレットで買ってまあ使ったぐらい。ほんでなんかあんまりいい思い出ないですね。なんかそんな使いにくかったような気がするんですよね。ナイキのバスケットボールで使いにくいイメージがあるんです。はい、本当に本当にこれは欲しいですね。結構インテリアとしてねバスケットボールを置くことが多いので、まあこれもねインテリアにふさわしい感じをね、まあちょっとミーハーすぎるデザインなんですけど、まあ僕は欲しいですね、どうせ買えるんやったら。はい、ということでね、こちらのプレネオスはプラス3000円からと、もし5000円からでもいいと思うんですけど、ちょっと数わかんないんで3000円からと予想させていただきます。ということで次、続きましてこちら、はい、ナップサックとソックスとヘッドバンド、はい、小物系でございます。これはですね、まあまずの本当バスケット用のこのナップサックから、こんなんね持ってねジムとかねバスケットボールかっこいいですよね。ストリートって結構ナップサックで来る人多いんですよね。手気軽にストリートワーイってバスケットしに来たみたいな感じの子が多くて、リュックよりもだからこのナップサックいいですよね。なんか文化に基づいたみたいな感じですよね。まあソックスもね、このソックスはバスケットボール用みたいな感じでちょっと厚めなんで、まあ全然ね今年の冬もね履けるような感じでございます。あんまり見せれないですよね、もうハーフパンツ履く機会が減ってくるの。そしてこのヘッドバンドね、はい、これもねバスケット用ですよね。こんな普段つけてたらなんやねんって感じですけど、ちょっとねこだわりを感じますよね。まあこのソックスとヘッドバンドとかはですね、いつも在庫が潤沢にあるので、結構ね悪い番号とかね数がまあ買いやすいと思うんです。まあ並びに行ったらまあ買える確率がかなりね2分1ぐらいの確率ではこのヘッドバンドとねソックスとか、まあナップサップとかも買えると思っております。本当に在庫多いですね、これは。気持ちはね、はい、ということでね、もう僕もねこのヘッドバンドしたんですけどね、ジョーダンじゃないのでバスパンが、はい、だからちょっとわかんないですね。じゃあ履けないですね。はい、まあ、バスケの時は着用できないんでね、ちょっとヘッドバンドだけいらんかなって感じですね。まあソックスもいらんかな、まあでも買いますけど。はい、ということでこちらのプレミアムはだいたいプラス1000円からと、まあ、大体1000円ぐらいからでしょうと予想させていただきます。はい、ババンとシュプリームとジョーダンのコラボを紹介してきましたが、皆さん何か欲しいものありましたか？はい、僕的にはですね、やっぱりもうボールとバスパン、まあ、この2択ぐらいかな。まあパーカーとかもね変えたらいいんですけどね、なかなか多分もう並びは1800人とか1700人とかね、もうボードを着るぐらい人が並ぶと思うので、ちょっと無理な気がするなぁと思っております。はいね、皆さんもね、皆さんが帰ることを祈りながら動画を編集したいと思います。ということで本日の動画が良いと思った方は、グッドボタン、悪いと思った方は、おすすめの追加のもの見たいと思った方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、料理楽しみですね。僕も現場に行くので、もしあったらあいつおったらツイッターで書いてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。夢見心地のファイルバイバイ。巡る思いは君次第、 Let's get it started、 We just had a set、 港いるのに論理ない。